ロマーノさん、バロンドール受賞者はあの選手だと明言する。2023年のバロンドール受賞が期待されるレオメッシ、全ての兆候は確定する予定だが、最終勝者は再びメッシになることを理解してほしい。正式決定は月曜夜パリで発表される。メッシの歴史的8回目のバロンドールとなる。マジ？もともと何の疑いもなかった。ハーランドのファンとして私はメッシがバロンドールを受賞しても全く構わない。メッシであってくれ。ハーランドは次からでいいよ。メッシよりも優勝にふさわしい選手が他にいる。メッシは史上最高の選手の一人だが、だからといってバロンドールをプレゼントされる筋合いはない。史上最も過大評価されている選手。インテルマイアミがバロンドールを受賞するまでがない。史上最も不公平なバロンドールを獲得したレオメッシ、おめでとう。彼のことは好きだが、これは政治だ。ああ、ハーランドかわいそうに。ここまで来たらスーパーバロンドール取ってほしい。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。